はい、こんにちは、シーノモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎ゼファー会、日の玉カラーのご紹介です。こちらですね、各所豪華装備品、キャストホイール、そしてメッキスイングアームなんですね。各所ポイントございますので、早速ですねご紹介させていただきます。はい、まずヘッドライト周りですね。ヘッドライトレンズはマーシャルのイエローレンズ、そしてウインカーもカスタム済みです。そしてですね、フロントウォークはゴールドインナーにカスタム済みですね。こちらも綺麗な状態です。大きな漏れやにじみなどもない状態です。フロントフェンダーもですね、大きな点灯傷、割れなどもございません。そしてですね、なんといってもこちらの一番のおすすめ、キャストホイールですね。ゴールドのキャストホイール、18インチにインチアップしておりますね。しっかりと収めてあるバランスのいい1台となっております。キャリパーはブレンボローキャリパーです。エンジン周りです。ヘッドカラーのオイルにじみ、ガソリンのキャブカーのガソリン漏れですね。こういったものもございません。ポイントカバービートのメッキ加工されているポイントカバー、クラッチカバーも、もちろんメッキ加工ですね。綺麗な状態です。サビなど腐食もございません。そしてビートのアルフィンカバーとビートバックステップです。こちらもですね、大きなサビや腐食などもない、曲がりなどもない綺麗な状態です。マフラーは集合管です。後ほど音の方はご紹介させていただきます。そして、スイングアームはメッキ加工されておりますね。とてもピカピカな状態です。オーリンズのリアサスペンション、そしてリアインチも、キャストホイールですね。18インチキャストホイールを履いております。リア周りです。フェンダーレスキットとスモークテールですね。綺麗な状態です。スキット仕上げてあります。反対側です。シートはタックロールシートです。前後ろともに大きな切れや破れなどもございません。タンクです。大きな点灯傷、そしてへこみなどのない綺麗な状態に保たれております。はい、タンク内です。大きなサビや腐食などはございません。ではエンジンの方を始動していきます。ハンドルはセパレートハンドルですね。はい、吹き上がりも良好です。皆様のお問い合わせお待ちしております。